おはようございます。ジャイラボのヒロトです。ケイレイということで、ちょっと今日は、柄にもなくというか、ちょっとコミュニケーション論みたいな、話をちょっとしたいなというふうに思いまして、こういうのはね、全部なんだ、2チャンネルに上がってる最近の動画見てくれてる方なら、そのコバさんとかね、その僕じゃないその人がやりそうなテーマだなと思うんですが、そのちょっとコミュニケーションの話をしたくて、で、なんかどうですかね、その皆さんアドバイスとかをこうもらうと、例えばアドバイスでもいいし、ライフハック的なものですよね、を、こう自分に適用しようとするときに、そのライフハックとか、アドバイスをその誰が言ってるか、誰が提唱してるかっていう視点を、どのぐらい持ってるかっていう話なんですよね。これは自戒を込めて言ってる。その僕も、これは意識した方がいい、誰が言ってるかを意識した方がいいっていう話なんですけど、をしようとしてるんですが、僕はこう言いながらもやっぱ意識できてないことが多いよなっていう話で、ちょっと自戒も込めて話してるんですが、そのね、例えばの話をちょっとしますね。例えば、自分が、今動画とかね、この通じて喋ってるじゃないですか。で、僕こういうの始める前までは、長く喋るのがむずいと思ってたんですよ。ただ、これ、いざやりだしてみると、僕って、注釈というか、話してる途中に、これちょっと足した方がいいな、みたいな、どんどん膨らましちゃうんですよね。足し算をしちゃうから、僕、長く喋るのは、その完成度は置いといたとして、たやすいということが、短くするよりは簡単だということに気づいたんです。だから僕は、意識するんだとしたら、削る、引き算の方を努力しないといけないというか、意識しないといけないんですよね。でですよ、例えば僕が喋るときに意識することみたいなことをインタビューで聞かれたとしましょう。そんな場があるかわかんないですけどね。聞かれたとしたら僕はやっぱ常日頃意識してることですから、いらない部分はカットして、喋りながら取捨選択して、いる部分だけにしてこうミニマムにですね、こう話を構築していくのが大事かなと思いますね、みたいなことを多分言うんですよ。でですよ、でこの発言を僕が言ってるっていうところからスパンと切り離して、例えばなんだろうな、普通に話したら言葉足らずな人、普通に話したらもっと、いや言葉必要だよっていう人がこのアドバイスを実践したら、おかしな方向行くじゃないですか。もっと足りなくなるだけなんでね、っていうことで、こういう齟齬って、こんな極端な例じゃないにしても日常にありふれてると思うんですよ。でこれが、何が原因なのか、いろいろ問題点もあると思うんですよ。例えば例えば僕が今発したメッセージを、僕が発したということから切り離してしまう。だこれは例えば同じような例で言うなら、そのネットにありふれてるその匿名の意見ですよね。匿名の意見をそのまんまこう鵜呑みにしちゃう。これもだから同様に危険なんですね。その相手の、その発してる人がどういう人かっていうところが見えない、から、あまりそれをこうそのまんま受け取るとまずいと。だし、その受け取ってるその自分ですね。自分がどういう位置にいるか。例えばさっきだったら、自分はほっといたら言葉足らずだっていう認識がないままそれを採用する、それも危険じゃないですか。だから2つ切り離しちゃってるんですよね。その自分がどういう人かっていうのも、このアドバイスを採用する上で切り離しちゃってるし、その相手がどういう立場で言ってるのかも切り離しちゃってる。だからこのね、2つ断絶が起きちゃってる。でこれがそのいわゆる言ってることとやってることみたいな話で、ジェイラボ1チャンネルの方を見てる方だったら、その理想へと続く道っていう所長が最近挙げられてる動画見ると、補助線になるかなっていうふうに思うんですが、やっぱね、どうしても言ってること、その言ってること自体は単体で切り離せる。その切り離せるということ自体が、いわゆるデジタルというか、こう書き言葉のね、発明ではあったわけですが、書き言葉、言語自体のその発明でもあったわけですけど、やっぱ、それ発してるのは人間なんですよね。で、さっきの例で言うなら、僕はほっとくと偏ってしまうと。長く喋ってしまう。で、バランス取るために、こう、反作用みたいにですね、短く喋るってことを意識してますよと。で、このね、なんていうのかな。いわゆるこう、体の、こう、ほっといたらこうなっちゃいますっていう、行動のもう癖みたいなものが先にあって、それをこう意識でこう上から
こううまいこと抑え込んでこうバランス保ってるって状態なんですよね。ただ、さっきみたいにインタビューみたいな形で聞かれてポンと答える場だと、この意識してるこの反作用の方だけ喋るから、この元々のその人の偏りみたいなものって乗っかんないんですよね、うん、でも乗っける努力はもちろんするべきだと思いますよ。そのいや自分はほっとくとなんか喋っちゃうんでっていうのをまあ言えばいいじゃないかと思うかもしれないですけど、でもさ、言い尽くすことって無理じゃないですか。どれだけ説明をそれこそ足しても、自分がどういう人間かっていうのをそのまんま丸ごと伝えるのって無理じゃないですか。どうしてもやっぱ言語に乗せた時点でいろいろ削られていく。だからそれはやっぱ話す側ももちろんそこをこう切り離しすぎないように伝えることも大事だけど、受け取る側も誰がそれを言ってるのかっていう情報、その変数ごとですね、それをメッセージとして受け取らないと、まあ少なくとも自分が本当に真からそのメッセージを受け取るんだとしたら、そのねメッセージをこう発してる人のそのメタメッセージごと受け取る必要がありますよねっていうような話なんですよ。うん、まあ、これはまあ当たり前に聞こえますかね、うん、当たり前に聞こえるかもしれないですけど、そう、あの大事なことだなと思うんですよ。まあ、それが、なんだろうな、自分の、まあ、言行一致っていうんですか、言ってることとやってることをまあ近づけていくっていう話ですよね、にもつながっていく、まあ、ある種の、うん、あの訓練になると思うんですね、うん、あの自分が近づけていくためにはやっぱその相手に対しても相手の発言とその相手のそのまあ普段やってること言ってないそのなんですか、普段の行動とかですよ、それをこう紐付けて考えるということ自体がこう自分について自分のこう夢とか目標みたいなものと、でも自分はこうしてしまうんだっていうそのすごいこう体の癖みたいなところを乖離させすぎないっていうことの、まあ、ある種の訓練になるということで、まあ、これはある種のだから所長が手身についてることの、まあ、応用編というか、まあ、大事なことかなと思うんですよね。だからそのいろいろ言われてる、そのさっきもちょっと出てきましたけど、まあ、ちょっと前後してね申し訳ないですが、その匿名の意見を鵜呑みにしすぎるなであったり、その自分をメタ認知できてないのが問題だみたいな話も全部こうまとめて言うなら、こう別の論点のように見えて、実はまあなんて言うんだろうな、その自分、まあ自分じゃなくていいか、そのメッセージがあったら、そのメッセージの内部のその内的な情報もそうなんだけど、そのメッセージのメタなね、その外的な情報、その誰が発してんのかとか、どういう文脈でみたいな話もこう紐付けた状態でこう受け取るっていう、受け取るというか、まあその捉えるっていうこと、まあそれがそこをこうなんていうかな、まあ極論意識できてれば、まあそのさっき言ったいろんな問題点っていうのは一挙にこう、その視点があれば解決に向かうんじゃないのかなみたいなことをね、こう最近考えてます。だからこの導入もね、こう僕が次回も込めてね、これから喋っていこうと思うんですけどみたいな話したじゃないですか。で、これもだからこの動画自体がそのこの動画の内部で言ってることの実践になってるんですよ。わかりますか？だつまり皆さんこれ動画見てる人は最初にね、その僕が、まあ、というかこの動画全体通じて僕は言ってることとやってる、まあ、やってることをまあ切り分けすぎないように、人に対してはこうその人の情報まで含めて考えましょうねってことを言ってるじゃないですか、主張しますよね。それを見てる皆さん、僕が言ってるってことを切り離して受け取っちゃダメなんですよね。これは僕がほっとくと、人が言ってることとその人を切り離す癖があるから、そういう風に意識してるって話なんですよね。なんだけど、ほっとくと、なんだろうな、こう言ったことと、その人がやってることを、こう、紐付けすぎる人は、できる限り、その、例えば、そのメッセージを受け取ったら、そのメッセージの、なんですか、だから外まで読み取りすぎずにですよ。その内部だけで、こう、しっかりこう、文法を把握してというか、その言語を言語情報として、論理で追っていくっていうことの訓練が必要な人もいるわけじゃないですか。だからそういう人が、この話を聞いたら、真逆の方向進んでっちゃいますよねっていう構造になってるんですよ。だからこの動画で伝えたい内部のメッセージの練習教材にこの動画が丸ごとなっているので、これ気をつけてくださいねっていうことなんですよ。自分がどういう位置に自分がいるのかってことを認知していただいて、その上で僕がこれを言ってるってことも意識してね、この捉えてほしいなと思うわけですね。うん、まあ、この視点はいろいろ応用が効くと思うんですよ。まあ、もうちょいで10分いくから、まあ、あんま長く喋りすぎないようにしますが、まあ、終わってもいいんですけどね。終わってもいいんですけど、まあ、そうですね。その、例えばさ、その、言ってることは、
真逆なんだけど反りが合う人とかいるじゃないですか。で、まあそれはまあ単純にデコとボコだからっていう視点もあると思うんですけど、まあなんだろうな、例えばそのなんかバランスのいい地点があるとして、そこからそもそも普通身体の癖、体の癖的にこう偏っていってる2人がいると。でその2人がバランス取るためにこうお互いね、こう真逆の主張をしてるっていうケースがあると。そうなるとその2人って主張自体は真逆だけど、こうで言ってることだけ切り取ったら真逆なんだけど、その人らが言ってるってことまで含めたらこの2人って歩み寄る方向にこう主張してますよね、みたいな。こういうことって多分ねあるんですよ。だからそういう視点をやっぱちょっとこう少しでも持っておかないと、本当は分かり合える人のはずなのに言ってることだけでこうなんていうかな、べったり切り離してですね、まあだから切り離してそっちの解釈をこう丸ごと飲み込むっていうんですか、そのあこう言ってるからもうこいつ敵みたいにしちゃうのは、これある種こう人と言ってることを結びなんだろうつけすすぎてるというか、その切りこれはねもう切り離してると一緒なんですよね。うん、そうじゃなくてその人がどういう人となりなのかでどういう文脈で言ってるのかっていうのをこう丸ごとねこう認識する必要がある。だからこれは切り離さないべきだっていう主張でもあるし、こう程よく切り離すべきだっていう主張でもある。その言ってることだけでその人自体を丸ごと敵っていう風にこう紐付けすぎるのもこれはもうね極端だからっていう話なんです。みたいなねことはあると思うんで、まあこの視点はねこういろいろ日常の中でもいろんな問題点って実はこの視点で解決できること多いですよね、みたいな問題提起というか、まあちょっと応用編というか、まあ話がちょっとまあ最近僕も意識してることではあるんで伝えられたらなというふうにまあ思いました。はい、あのまあちょっとこのテーマで何個かまだ話したいことあるんですが、まあ12分なってしまったんで、まあ、この辺で、終わりにしたいと思います。以上10 minutes 山口でございました。お疲れ様でした。ケリー。